河野健二、長野県野沢温泉村出身、28歳です。もともとそのずっと思ってたのが、野沢のグリーンシーズンというか夏にもうちょっと人を呼びたいなと思ってて、それでまあそこの下に畑もあるし、まあ、春だったら山菜取れるしっていうので、まあ、こういう集まれる場所を作って野沢の夏をもうちょっと楽しんでもらえるような場所になればいいかなと。設計図通りに多分行かないなと思って作業も、だからまあ現場でやりながら修正してったり、ああしようこうしようってやっていく感じです。いや、かなり面白いです思ったよりいいと思いますなんか早くできたし、最初のうちはやっぱりその周りもできんのみたいな感じだったんですけど、まあやっていくにつれて、まあ、今回もそうですけど、いろんな人が手伝ってくれたり、どんどん人が増えていって、だみんなもなんか手伝ってくれてる人たちも結構楽しそうにしてるんで面白いですよ。いや、最高ですね後々はここに住みたいです。スキークロス始めて、その、まあ、パーク行ったりパウダー滑ったりとか、まあ、いろんなスキーをやるようになったので、まあ、スキークロスいろんな要素が、まあ、ジャンプあったりウェーブあったり、もちろんターンもあるし、本当スキーのいろんな要素が詰まってるスポーツなので、まあ、その技術を磨くためにいろんなパウダー行ったりパーク行ったりっていう、自然にそういう流れになって、そういうスキーをやるようになったのが。そうですね、その、まあ、スキークロスの普及っていう部分と、あと、まあ、野沢も結構バックカントリーがあるんで、そういうのの、まあ、ガイドを後々勉強して、そういうのをできればいいなっていうのが思ってます。あと、まあ今もやってる撮影を、まあ、作品作りを、それはそのスキーができる、もう親父になってもそのずっと撮ってもらえるんであれば、そういう作品は残していきたいなっていうのは。でもイケイケで痛いですけどね、親父になるクリフトン60ぐらいでクリフトンいますやっぱ昔はそのカメラマンの人にあっこ滑ってっていう感じだったんですけど、最近はまあカメラマンの人と半々ぐらいで、あそこどうですかとかっていうのができるんで、やっぱり一緒に作品を作ってるなっていう感じになってきてるので、かなり最近は面白いですね。